4人の皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。もう、本崎さんは みんなも見れる天気図の話、それで、荒木さんが、積乱雲ゲリラ豪雨の話で、天気予報の話、神様視点の宇宙の話、もうたった気象学っていうそれだけのキーワードなんで、これだけ多様な世界を見せていただいたっていうところがすごくびっくりです。でですね、ここでクロストークをしようと思ってたんですけど、ちょっとですね、まだ僕の中で今村さんの神様視点の要因がちょっとくすぶってまして、こっちからのみんなは割と地球の上の地べたを這いずり回ってる視点なので、今村さんの視点から見て、この他の気象学者に質問っていうか疑問とか、なんかそういうのってありますか？今村さんから、例えば茂木さんとか、はいはい、あ、そうですね、じゃあ茂木さんに、じゃあ皆さん立っていただいて、あ、はいはい、じゃあ茂木さんに、梅雨前線って、はい、いつからあるんですか？いつから神の視点ですね、はい、それ5月からとかそういう話すごいで、何万年前とか何年、はい、はい、いや、はい、それを聞かれたことないし、ちょっと考えたことないですけど、でも今バッと思ったのは、大陸ってすごい昔は一つだったとかっていう話ありますよね。だから大陸が今の分布じゃなかったら梅雨前線ないだろうなっていうのはあるんですよ。でそもそもチベット高原がないとできないって話が大元にあって、うんうん、じゃあインド大陸がガンってぶつかってなかったらまずできてないんだろうなっていうところが出発点としてはあるのかもしれないですね。でも神の視点すごいですねちょっと打ち抜かれてやばい前からちょっと知りたかった。大陸できたぐらいっていう回答でいいですかね、はい、分かれたぐらい。大陸の分布が今の感じになったら、その叱るべき状態、舞台設定ができるだろうなっていう、いうことなんですね、はい、登場人物揃うなっていう、はい、いやー、はい、びっくりしました。びっくりしましたじゃあ、はい、引き続きなんで、せっかくなんで、はい、今村さんから、はい、荒木さんとか何かありますか？あ、はい、じゃあゲリラ豪雨って、いつからってんじゃないんですが、最近すごい聞くようになってきたんですけど、いつ頃から言われるようになった なんか昔はなかったわけじゃないんですよね。その辺どうなんですか？はい、ゲリラ豪雨っていう言葉は1969年ぐらい、まあ、60年代に、気象庁の職員が命名したっていうふうに言われてます。で、当時は今ほど観測網が発達していなかったので、そもそも観測すること自体が困難な豪雨っていう、まあ、突然襲ってくる豪雨っていう話だったんですね。でただ、それから、まあ、観測網が充実してきて、ある程度その存在自体は明らかになってきたんですけれども、その頃から、予測することが困難な、まあ、突然発生して予測することが困難な、豪雨として、認識されるようになってきてます。で、まあ、ただその最近はその、まあ、2008年とか、まあ、そのぐらいからマスコミの方が結構いろいろゲラ豪雨ゲラ豪雨って言うようになってきてるので、多分視聴者の方とか会場にいらっしゃる方も何でもかんでも突然降ってきたらゲリラ豪雨って言われてるかもしれないと思っていて、それ私非常に悔しいんですね。実際予報やってた立場からすると、せっかくめちゃくちゃ苦労してもう心臓が縮み上がる思いで作った情報を見てもらえずに、当たってんのにゲリラって言われるのは非常に悔しいですね。ぜひ皆さん気象情報を見て、ゲリラじゃない豪雨だよっていうことを、こいつはゲリラじゃないよっていうことを、ちょっとゲリラ豪雨、ゲリラじゃないのにゲリラって言うっていう、まあ、要はあたり、さっきテレビの方にだいぶ切り込んでた佐々木さんの話も、それ実際どうなんですか？やっぱりそういう現実ってあるんですか？ゲリラ豪雨じゃないのにどんどんゲリラって言うとか。あります。結構ある。もう、ね、全然予測できてるし、うん、実際私たちが会社相手にこう出す、うん、提供する雨の予測ではちゃんと出してるんですよ。何時から何時っていう細かい時間で、ね、なのに何時そういうレベルで出るんですか？で出します。1時から3時とか。そうです。で、うん、出しますが、自分たちで天気予報見てると、なんか自分がまるでこのゲリラ豪雨は予測不可能だからもう無理みたいな、もうそれ以上やりませんみたいな感じになってる。予測する側が諦めちゃう。諦めてんじゃないかと思われるぐらいの感じになってる。はい。
あ、もう口に近づけて、あの言葉に潜んでる意識の問題だっていうのが荒木さん最後言ってましたけど、それ結構やっぱ予報士レベルの人でもやっぱどっかそういうところがある。あ、まず多分勉強しろって、私自分も含めてですけど、勉強しろっていうのは本当にこんなに研究進んでるのに、こんな最前線があるのに、なんかすごい昔のまんまで考えてる。で、昔はゲリラ豪雨っていう風に言われるぐらい掴みどころがなかったかもしれないけど、もっともう通知予報だって精度上がってる。なんか可能性がもう広がってきてるのに、なんでそこ言わないのみたいな、うん、感じがある。いや、僕ら研究者自身もあんまりその予報士の人とやり取りをする機会がないです。意外となかったっていうのは、はい、佐々木さんに会っては最近僕が思うようになったことで、佐々木さんみたいな人がどんどん増えたらもうちょっと変わるなっていうのはすごい今期待してるところですけど、そう、だから実際スクールとかで、まあ、気象予報士講座やってるんですけど、そこでもただこう予報士の資格を教えるんじゃなくて、なんていうか、ほら、合格するための勉強っていうんじゃなくて、こんな面白いことが、世界が広がってるってことをなるべくこう伝えるっていう方向での授業にしてますけどね、はい、今コメントで予報選手頑張れっていうコメントがあ、あとですね、割と特定個人の気象予報士の名前がコメント流れてるんですが、別にその方に対して我々文句あるわけじゃない、一般論として話してるだけなんで、まあ、その辺ご了承くださいと。まあ、世界が広がるっていうのは、いや、ちょっと今日最後今村さんでびっくりしたんですけど、はい、宇宙まで行けるのかっていうのはちょっと ビビりましたよ、ね、宇宙どころか生命の発生も決めてましたからね僕もそこまで行けると思ってなかったんでじゃあ最後あそこまで行っちゃうんだと思って、私むしろそっちから入ったので、うんうん、はい、はい、いろいろいろんな入り口があるかなと、はい、いや、すごい入り口でびっくりしました。いや、元気があればどこまでもじゃないですけど、うん、いや、気象学あったら宇宙まで行けんだみたいなのはすごい最後のメッセージとして、まあ僕は世界中は行けるなって思ったんですよね。気象学知ってるとどこの地域も、うん、まあ、共通言語として語れるものがあるなっていうのはすごい思ったんですけど、宇宙まで飛び出せると思ってなかったんで、風が宇宙にも存在してるって知っただけで世界全然広がります。そうですよね、例えば今見てるような雲と同じようなものが、例えば昔の地球だったらどうだったんだろうとか、他の星でどうなんだろうと、でやっぱ見てるうちになんか他の星の気持ちにもなってくるし、まあ、いろいろ、なんかどんやっぱこうロジカルにどんどんこう妄想を広げていくっていうのは面白いし、すごく大事だと思いますね、はい、あ、はい、どうもありがとうございました、はいはい、したらですね、そしたら最後ちょっとまとめで、皆さんから一言ずつコメントをいただきたいと思いますので、まずモテサクさんから皆さんに向けて一言。はい、はい、ありがとうございました。まあ、気象情報を見るときに、お天気お姉さんがメインじゃなくて、その後ろに映ってる彼女、まあ、彼らがメインになったら、もっと全然面白いエンタメに、気象情報自体もなっていくんじゃないかなと思うんで、そんな風に見てもらえたら本当に嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ荒木さん一言お願いします。まあ、今日はゲリラ豪雨の話をしましたけれども、皆さん結構雲の写真とか、まあ、綺麗な雲が出ていた時に写真撮られる方多いと思います。でそういった時にまあ、そのついでにですね、気象情報もぜひ見て、まあ、中継報とか、まあ、その雨がどこで、その雲がどこで雨を降らしているかとか、そういったこともぜひ一手間かけて見てみると、まあ、防災にもつながりますし、まあ、興味も広がると、まあ、そういう意味で、まあ、いろいろ世界が広がると思います、まあ、ぜひよろしくお願いします。幸せの未来にでしたっけ、笑顔ですね、笑顔の未来、はい、手を挙げ げてあげて、ね、手を挙げて笑顔の未来にと。佐々木さん、皆さんに一言。モテザクさんが言ってた空で展開されてるドラマをですね、なんとかこうあらすじも面白い、そして予告も面白いっていう天気予報を今後できるように私も頑張りたいと思います。私も勉強さらにしたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあ最後、今村さん神様視点ではい、空で見上げる雲の形とか、あるいはこう頬を撫でるこう風の心地よさとか、もうそういったものをこう突き詰めていくと、もう自然とこう春が彼方まで行かざるを得ないと思うんですね。ですので共に参りましょう。
どうもありがとうございました。そしたら最後ですね、ちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。まずですね、茂木耕作さん、著書の方、梅雨前線の正体と、天気と気象について分かっていること、いないこと、オンラインで見てる方はネットで買えます。それからですね、町会に来ていただいている方は物販のコーナーで売っています。しかもモテサクさんのサイン付き、そしてこのモテサク T シャツもサイン入りで販売してますので、ぜひ物販お立ち寄りください。あとですね、よいしょ、はい、こちら、天気の基本を知ろうという本がありまして、すいません、金町、こちらがですね、この佐々木京子さんの、も一部執筆されております。時々動画で出てきました竜巻発生装置だとか雪の結晶の装置、雪の結晶の装置、あれのですね、実験展示もやってますので、こちらもご確認、ご覧くださいと。で、最初ちょっとこんなの、はい、で最後にですね、こちらの荒木健太郎さんの、今年の夏発売する予定のですね、雲の中では何が起こっているのかという本なんですけど、これのお試し版をですね、100部限定で刷ってまいりました。これ物販のコーナーで無料で配布してますので、ぜひ、お受け取りください。普通の著書はですね、口絵だけカラーなんですけど、全部フルカラーで刷ってきましたので、ちょっとお金かかってます。これ無料で100部だけ配布してますので、ぜひここにいらっしゃる方漏れなく受け取っていただければと思います。はい、それでは皆様、ここまでどうもありがとうございました。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 フランディスティックマンス。